はい、こんにちは。店長の島崎です。はい。今日は、島崎チームを紹介します。新しくね、一人入ったので、みんな知ってる人もいると思いますが、改めて自己紹介をみんなにしてもらおうと思います。それでは、一人目。はい。アシスタント5年目で、島崎さんチーム、メイヤーさんの佐藤文也です。はい、そうですね、佐藤君。はい。もう少しで、スタイリストになれるように、島崎さんチームで。なんで緊張してるの？緊張しますよ。日々、ちょっと頑張ります。お願いします。いつぐらいになるんですか？8月です。8月になります。はい。よろしくお願いします。はい。佐藤君が、スタイリストになったら、ぜひね、来てほしいです。はい、頑張ります。はい、何でもできるんでね、先日は。はい、何でもやります。試合でも何でもしてあげてください。はい、何でもやります。それでは、これ忘れて。2人目。はい、こんにちは。島崎チームアシスタントの日高優斗です。こんにちは。皆さんご存知の通りだと思います。島崎さんとは、美容歴で言ったら同期です。美容歴で僕高卒でやってるんです。2個違いなんですけど、僕高卒からやってるんで、はい、高卒からやってるんで同期です。8年目ですね。8年目ですね、はい。いろいろ遠回りしてきてますけど、はい、でも遠回りこそ近道だと僕は信じております。はい、頑張ります。僕はもう、はい、結構スタイリングで皆さんとね、スタイリングをさせていただいていることが多いと思うんで、ぜひね、かっこよく、バリバリ指名してくだされば、飛んでいくんで、これからもよろしくお願いいたします。今年中ですね。さっさか佐藤さんが早くデビューして、次僕がデビューしてっていう感じで、はい、順々に、そうですね、僕が一番だ。島崎さんの技術を受け継いでいってるんで、ほんまに、いずれか越してですね、給料も越して可愛い彼女作って幸せに暮らすぞ。はい、すごいし。2年。はい、こんにちは。島崎チームアシスタントの飯星です。なんでこれ来たの？なんかちょっとやっぱちゃんとしようと思って。あんま似合ってない。そうですね。結構洋服とか好きなんで、いろいろ気になること古着が好きですよっていう人とか言ってくだされば、いろいろお話ししますので、ぜひ何でも聞いてください。ずっと島さんチームにいるので、これからも頑張ります。でも、話しやすいと思うんで、割と。何ができるというと、シャンプーと、シャンプーとスタイリングと、ちょいちょいかなって、パンを巻いて、ちょいこう、やってるんで。まだね、まだペペです。はい。もうちょい、すぐバッていくんで。お願いします。なんてことね。よく言います。はい、これからもずっといるんでよろしくお願いします。はい、実はね、4月から御社に入って、5月からね、僕についてくれてる人、アシスタントの人を紹介します。こんにちは。1年目の宮沢ひかるです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。宮沢くんね、ずっとね、高校生の時からかな、高3の夏です。はい、僕ね、お客さんにね、来ていただいてね、はい、そのまま、うちに着いたわけですよね。はい、お客さんの時とは、全然違ったイメージの人で、びっくりしています。はい、僕は趣味とか、趣味ですか、うん、趣味は最近映画を見るようになりました。あ、そうなんですね。
これからね、あのシャープレンジにあのこの今後のシャープはイーボシ君じゃなくて、あのこの宮崎光君がね、やってくれると思うので、はい、入れるように頑張ります。そうですね、今までのあの3人は前座だと思うけど、この人を紹介したいがための動画になっていますので、はい、あの全然面白くなかったと思いますが、はい、あのチーム4人あ、5人であのやってるので、ね、はい、ぜひ全員ね、あの、まあ、インスタもツイッターもやってるので、子供たちは、はい、あのフォローになんなりなんかこう DM とかすれば、あの僕はちょっと返さない感じにしてるんですけど、いっぱい来すぎてちょっとよくわかんなくなっちゃってみんなはね、まだあの返してくれると思うので、ぜひあの何でも質問をね投げかけてみてください。はい、それではね、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またこの誰かのね、モデルにして、セット動画とかも上げようと思うので、はい、リクエストなどがあれば、はい、コメント欄か、まあ、みんなのメッセージにやってみてください。お願いします。はい、では、ありがとうございました。ありがとうございました。